私やっぱキルミも好きだけど。そうね。ギザギザ？はい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 。うん、まあ、結構好きで、すごい切ない部分と怒りと、なんかミュージック的にはすごいこう、なんていうんだろうな、激しくバンっていくわけでもないけど、うちにこもるわけでもなく、なんかね、曲調もすごいバシッとくる、なんか上に結構行ってて、でそれにやっぱり歌詞も切ない部分をすごい含まれてて結構好きですね。うん、私はロマンティックにバレる。あー好き。てか基本的にあえて、ま、今出てない曲で言ったら、ロマンティックにバイオレンスはレコーディングの時に毎日ぐるぐる回ってました。うん、サビは一回聞いて覚えちゃったし、うん、で割と多分聞いてる人も覚えやすいだろうし、私はA メロのなんか切ない感じが好きなんだよね。もしキルミーがやっぱこう代表曲っていうか、まあ、うん、ベースで PV とかも撮ったけど、うん、そうじゃなくどれでいくかって時にロマンティックバイオレンスだよね、うん、これももしプロモーションビデオ作るとしたら面白いのができると思う。うん、なんかサビだけちょっとそうだね、動きをつけてとかでね、うん、結構すごいんだよね、髪を切り落とし最後切ない、なんか切ないんだけど、なんか絶対誰もが持ってるような、うん、しないね。しないですね。喧嘩にはならないんですよ。うん、まあ、アングリーでガーってもう一人で怒って終わる感じ。そうだね。うん、まあでもそれも分かってるから全然。そう。海外ツアーやりたい。ああいいね。やっぱりロックとかって、うん、ヨーロッパの方とかもすごいと思うので、ちょっとそこに。したいなっていうのは野望ですけど、うん、ありますよね。そうだね。やっぱライブをたくさんやりたいですね。うんうん、音楽ってね、やっぱりやっぱね、生がね一番、うん、その場のやっぱり見てもらいたいよね。うんうん。